最小衛星発射センターは、中華人民共和国支線省の量産遺族自治州、最小市郊外に位置する大型ロケット発射場。発射場とは別に、最小市内に本部がある最小宇宙センターとも呼称される。センターのある最小市の位置最小衛星発射センターは、最小市から北西に約60キロ離れた峡谷の中にあって、 海抜約1500メートルと高地に位置している。中国で人工衛星の打ち上げをしている。発射場は、甘宿省、内モンゴル自治区の境の主戦衛星発射センター、山西省の大原衛星発射センター、そして四川省の最小衛星発射センターと3カ所存在するが、これらの中で正式道への打ち上げを行っているのは最小のみである。最小は、 主戦や大原より低位度で静止軌道への打ち上げに適した北緯28度に位置している。最小衛星発射センターは1980年代初期に建設され、1984年1月29日、調整3型ロケットによって、同府軍事通信衛星が静止軌道に打ち上げられたのが最初の運用である。1986年5月、最小は、 商業用に開放され、以後、調整に E 型によるオーサットやオプタスなど、海外の通信衛星を多く打ち上げた。中国国内の人工衛星は同腑に加え、東方紅れ通信衛星などを打ち上げている。最小からの打ち上げはこの後、1996年2月14日に、調整3バイト型が打ち上げ時に爆発事故を起こすまで21回に及んだ。 最小での打ち上げは爆発事故の同年7月3日に再開され、1997年8月20日には調整3バイト型の打ち上げに成功している。2003年までに国内外の人工衛星を34回打ち上げている。最小からの打ち上げでは一段ロケットの落下物は内陸部に落下する。 打ち上げ時は落下予想区域内の村人たちは一時的に避難させられるが大きな落下物の報告がよく行われている。2014年12月31日に正式小衛星ファイ2 g を打ち上げた調整 3A ロケットでは落下する一段の様子や落下した残骸の様子がよくわかる映像が公開された。最小衛星発射センターは軍の施設でもあるので中国国務院。 中央軍事委員会の国防科学技術工業委員会衛星打ち上げ管制局の管轄に属している中国国家公典局の管轄ではない調整ロケットの一覧も参照ありがとうございます